さんこんにちは。今週も始まりました FM 那覇かなさんどウィズお尻とバーベルの時間です。この番組はフィットネスをもっと身近に感じてもらい、少しでも多くの方に興味を持ってもらうため、フィットネスについて楽しくお伝えする番組となっています。この番組はスポーツ栄養サプリメント会社アルプロン、高タンパク低カロリーの肉料理専門店キクニク、石垣島の歌と料理の店アッパリシャンの提供でお送りします。かなさんどウィズお尻とバーベル、メイン MC を務めます浦添市実着のサロンドシャルムというエステサロンでトータルビューティーアドバイザーをしています、かなさんこと小橋がかなえです。よろしくお願いします。そして一緒に番組を盛り上げてくれるのは、マインドボディ沖縄のパーソナルトレーナー兼カウンセラーのサックこと佐久川正幸。はい、お願いします。そして今日も素敵なゲストに来ていただいています。本日はこの3人で楽しく番組を進めていきたいと思います。はい、高タンパク低カロリーの肉料理専門店キクニクです。キクニクはトレーニングしている方、ボディーラインを維持したい方、ダイエットをしたい方に喜んでいただける高タンパク低カロリーの肉料理をご提供いたします。あなたの筋肉にキクニクを、詳しくは沖縄キクニクで検索。アルプロンはスポーツ栄養サプリメント会社、ドンキホーテやスポーツゼビオなど全国3000店舗でプロテインを中心に販売中。販売累計3000万袋突破。毎日飲むものだから安心安全なプロテインを。さあネットで検索、アルプロン。はい、早速ですがゲストの紹介をしたいと思います。はい、今日もピチピチの爽やか系の男の子が来ていただいてます。緊張してます。大峰くんです。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、大峰健也と申します。はい、年齢は24歳です。24歳。はい、現在職業なんですが、浦添市にあるスポーツパルス実冊浦添店でインストラクターを務めております。よろしくお願いします。はい、いらっしゃい。いいですね。はい、やっぱなんか若い男の子がいると生き生きします。ありがとうございます。なんていうんですかね、何なんか懐かしいですね。何が、はい、何が、いや、ジスタス、あ、ジスタスが24歳。自分もそういう時代があったと。懐かしい。大先輩です。じゃあ早速ですがちょっと質問していきたいと思います。はい、今ジスタスのトレーナーさんなんですかね。はい、本人も、お峰くん自身もトレーニングをされている。はい、そのトレーニングやり始めたきっかけって何だったんでしょうか。もともと高校生の頃にもともと陸上部だったので、はいはい、陸上、まあ、そこで筋力トレーニング中心のメニューを組んだり、その陸上のトレーニングとかしたんですけど、うんうん、まあ、それがきっかけで、もともとその僕那覇西高校出身なんですけど、うん、その時陸上部の投擲ブロックが伊佐川博之さんっていう方、パワーリフティングの方がいろいろメニューとかいただいてたので、まあ、その時トレーニングしたんですけど、やっぱちょっと僕自身あんまりその重量持てなかったりとか、結構メニューこなせなくて、うん、結構きつかったっていう思いしかないんですけど、まあ、それが一応きっかけなんですけど、まあ、ただ高校生の時は正直に言うと筋トレものすごい大嫌いで、正直なこと言うとやっぱりむしろもう陸上のトレーニングの方がまだ楽しいなっていう感じしかなかったです。ちょっと1年目がちょっときつすぎて、なんかどうしてもなんかこのやりたいっていう欲がなかったですね。でも苦い思い出がじゃああるってことですよね、トレーニングの最初の方は。そうですね。でも結局大人になってトレーニングしてるのはなんで、はい、なんでしょうか。まあ実は僕大学入ってから、はい、この最初本当に4月ぐらいに足を骨折してしまいまして、うんうんうん、中足骨っていうちょっと足の裏の土踏まずの外側なんですけど、まあ、ちょっと全治、その時医者からは半年って言われてて、ちょっと本当かどうかわからないんですけど、やっぱりちょっとそれと聞き落ちしてたんですけど、まあ、やっぱり何もやらないと変わらないと思って、まあ、筋トレをもうちょくちょくしぶしぶやりながらやってたんですけど、まあ、もちろん復帰したのがもう本当に9月ちょっとぐらいで、その時大学の初めての大会が九州大会だったんです、うん、学生の。でも本当に陸上のこのハンマー投げやってたんですけど、トレーニングとか全くしてなくて、もう不安でしかなかったんですけど、うん、またいきなりなんかその自己ベスト
出すことができて、これなんでかちょっと僕自身もわからないんですけど、やっぱりなんか体が前に比べるとすごい適応できてたっていうか、この道具に対して、まあ、そこからちょっと筋力トレーニング、まあ、大事だなっていうのをちょっと改めて実感して、まあ、そこから大学1年からも本当に集中して筋トレやるようになりました。で今陸上もされてる？そうですね、今はちょっとあんまりやってないんですけど、今年の11月にある県民体育大会に、あの那覇市代表で出場させていただくことになってるので。じゃあもともとはもう陸上で使うための筋肉を鍛えるためのトレーニングがきっかけだったっていうことですね。そうですね、主にそれが中心でしたね。前ゲストで来ていただいたあのパッションやらさんも、そうだよね、陸上でやってますよね、マスター、はい、ね、須鍋さんも陸上か。そう、陸上。あ、結構陸上じゃ出身っているんですね、すごいね。で今はトレーニング好きですか？もう大好きです、ね、そうだよね、ゲストに来てるくらいだもんね、はい、いいですね。はい、ありがとうございます。大会とか出場、陸上以外にもトレーニングで大会出場の歴はあります？そうですね、もう最近でしたら7月にあったサマーオープンの方で、まあ、170、2000地球に出場したんですけど、はいはいはい、うん、ビジークです、はい、まあ、結果ちょっと階級の中で一番下という、6人中6位という。今年が初めて、今年初めて出場しました、うんうん、でも結構仕上がりは良かったんですよ、うん、あの私ちょっとちらっと見たんですけど、うんうんうん、なんか多分なんかフィジークの体じゃないなっていう。またあれでしょう。またそこ行く？ボディービル。ボディービルに行かしたい？あの多分体型的なこの筋肉の大きさとかが、うんうん、多分そっち寄りなんじゃないかな。なんかみんなを勧誘してるわけよさ。まあ、来た人みんな。ボディービル行くのがちょっと怖ければ、一回クラシックフィジーク。出た出た。を挟んで。足を見せろと。そうですね、やっぱりもともとこのフィジーク大会出る前自体やっぱりこのフィットネス向きじゃないって最初に言われたんですよ。あ、体が、はい、まずウエストがやっぱり太いっていうのがちょっと弱点なので、うん、ちょっとそれをうまく見せるっていうのがあんまりできなくて、うん、だから他のとこカバーできたらいいんですけども、結局ちょっとうまくできなくて、仕上がった時にはちょっと甘さもあったのかなっていうのもありましたね、うん、なんか先週かなえさんが言ってたコンテストに出るときに、うん、このカテゴリーに合わせたやっぱ体だったり、うん、立ち振る舞いポージング作るっていうのを言ったじゃないですか、はいはいはい、でそれ今聞いてやっぱそれ大事だなと、うん、大事だよね、はい、結局そこ体は良かったけど、うん、その準備がもしかしたら、まあ、初めてっていうのもあって、うんうんうん、はい、なかなかそこで結果がついてこなかったのもあるかもしれないですね、うん、何年かやっていくうちにね、またそうやって慣れていって、もうかなえさんも最初ね。また私の話する。出た時の掘り返してくるな。それがあっての今っていう、ね、そう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 、伸び幅、伸び幅、伸び、ね、今から伸びしろしかないからね。ありがとうございます。好きなトレーニング聞いてもいいですか？主に、まあ、ビッグスリー、あー、やっぱりパワーリフティング今トレーニング続けてるんで、ね、まあ、特に最近だったらスクワットとか、あ、はいはい、大好きですね、うん、ま、最近多いな。大峰君ベンチ強いっすよね。そうですね、一応今現在なんですけど、まあ、パワーリフティング の, あ の, この止め動作だけでしたら 137.5kg で、本当にあのこのルール関係なしでしたら、あの 155kg マックスで上げてもらいます。強いっすね。はあ、すごい。150は強いっすよ。前のともきくんがスクワットが強いのかな、どっちかっていうと、うん、デッドも強いか、もうデッドリフトも、デッドリフトが確か240とかも普通に持てるぐらいなんで、ベンチ150は結構強いですよ、うん、すごいね、はい、しかもそんなに大きくないじゃん。いや大きいですよ。違うなんかもっと大きいし、あ、150持つ人って、ね、そうあ、まあ、そうですね、今さっき言った記録っていうのは実は体重が当時96、7kg あった時で、今何キロなの？今78キロですね。まあでもあの国吉くん、国優が出た、国優も150ぐらい持っててないから、うんうんうん、でやっぱ強いですよ、うんうんうん、150持ったらすごいな。私は90キロぐらいまで増やして、うん、140ぐらいまでしか上がらなかったんで、うん、デブで。その世界は私には分からないや。え、なんかすいません、これはなんかちょっと、うん、男のロマンなんです。男のね、男は数字をね追いたがるよね。特にベンチプレス。ね、追いたがるよね。ベンチ何キロ持つのみたいな。それを私に聞いてくる人もいっぱいいるわけよ。私と勝負するんだみたいな。
あとは一番はビッグスリーが好きで、そのビッグスリーの中でも一番ベンチが好き、スクワットが好き。スクワットは結構ハマりましたね。やっぱり最初高校生の時って結構きつい思いしかないんですけど、やっぱりどんどんやっていくうちにやっぱ力が上がってくるっていうのもあるので、まあ、なんだかんだでやっていくと伸びてくるからすごい好きになりましたね。一番逆にデッドリフトがすごい苦手っていうか、やっぱり回数がこなせないんですよ僕実は。あ、デッドリフトの。そうですね。今だったらあのパワーリフティングのトレーニングでこの10レップとか8レップとかあんま持たないんですけど、やっぱり短い回数で重たい重量持つなら全然いいんですけど、本当に高レップになるともう本当に疲れてきて、もうなおかつ姿勢もどんどん悪くなってくるので、逆に短い方が合ってるのかなと思って、だからフィジークのトレーニングの時はもうただただ苦痛でしかなかったです。体の見た目を良くするってなると、まあね、8回とか、まあ、15回とかってなるから、はい、あの単発であの、まあ、瞬発力を使ったトレーニングっていうのが結構今まで使ってない筋肉使ってるから。そうですね、やっぱり今までそういうトレーニングしかしてこなかったので、うん、やっぱ実際フィジークの大会出ますって時にトレーニング実際15から20やった時にものすごい体が慣れてなくて、あとはもうダンベルの種目とかも全くできなくて、今までバーベルトレーニングしか触れてこなかったので、もう本当に動きが悪かったりとか、もう実際肩怪我したりとかもダンベル使ってあったので、ちょっと苦戦しましたね結構。やっぱ競技によっても違ってくるんですね。はい、かなえさんはどっちかっていうとなんか回数多い、回数多い、ずっと動いてますもんね。ずっと動いてる。なんかそうそうそう、エンジンかかるのが遅いっていう。そうそう、エンジンかかるのが遅いのかガソリンが多いのかどっちかわかんないですけど。でも結構ずっとやってます、ね。ずっとやってる。45分ぐらいか上がってくる。すごい。初めて。最近結構ね、あのレッグプレス重量、うん、重いの入れてますね。入れてる、ね。スクワットで重量入れきれないから、ウエストのを太くしたくないので、 なのでレッグプレス重量入れて私はやるんですけど、お尻作るために。なるほど、うん、そうそう。でも時間がないからあれ重さ入れてるんだよ。ああなるほど。本当は一気にガンっていって、 あとモチベーション上がらないから。あ、ね、重いの一回やると、ね、うん、モチベーション上がるんですか。そうジスタスの裏添えは45度のレッグプレスあるんですけど、はい、うん、あれいっぱい重さつけられますよ。なんでどういう何やみたいの。はい、私100、自分一人で100ぐらいまで上げきれるわけ。あ、補助がいたら多分もっといけて、いけると思うから、次ジスタスに近いうち行きます。2人補助つけようかな。2人乗せてやったり、ね、2人乗せる男を2人。そうそうそう、なんかやだな。補助をお願いします。今年はもう大会終わりですか。そうですね、陸上か、11月の陸上と、うん、あと11月17日にあるあの県民体育大会のパワーリフティングの方に、まあ、出場自体はあの高校1年生の時に初めて出て、もう8年9年ぶりなんですけど、まあ、当時はもう本当にルールとか全く分からない状況でやってたんで、まあ、今回はやっぱりあのしっかりトレーニングしてるってことで、もうどんどん自己ベストを狙っていきたいなって、うんうんうん。フィジークの大会に関しては来年今後の目標って決めてますか。そうですね、またちょっとチャレンジできれば7月とかもちょっと考えてはいるんですけど、うんうんうん、やっぱりちょっと減量はあんまりちょっと高いところもあるんで、まあそれかもうパワーリフティング一筋でやっていくのか、うん、まあ、そこはちょっと間挟んでやってみたりとか、うんうん、でもやっぱり今回あの初めてあの減量をしてみたんですけど、ちょっときついってのもあるんですけど、まあ、限界絞れると自分ってこういう体してるんだなっていうのをちょっと改めて実感しましたね。特にお腹周りとかもやっぱ今まで腹筋ってあんまり見えなかったんですけど、うんうん、すごい割れていたりとか、うん、もう肩周りとか僕結構肩の前の筋肉大きい方なんですけど、うん、もうすごくはっきりグッて見えるのはすごいなんか面白いなっていうか、うん、人間の体って、うん、客観的に自分の体見てるのすごいね。腹筋結構綺麗ですよ。大きいんですけど、後で見てみようね。今ちょっとあんまり見たくないです。見られたくないって。すいません、あの減量中で絞れてる時しかあのみんな見せたがらないよね。脱がないんで。残念。私は今年多分一回も脱いでない。お風呂入る時しか、ね、うん、娘にしか裸見せない。はい、はい、いいです、はい、次行きましょう。じゃあちょっとすいません、一回 CM 行きましょう。はい、Your radio station.
FM 那覇。はい、次のコーナー行きたいと思います。今週の Q&A、はい、せっかくなのでゲストの大峰くんから質問をもらいたいと思います、はい、大峰くん、私たち2人に何か質問があったら何でもいいですよ。はい、何でもいいです。お二人がこのフィジークとかこの筋トレに打ち込むきっかけっていうのを知りたいんですけど、やっぱり僕自身ももともとはきっかけっていうのは陸上のトレーニングのためにやってたんですけど、うん、今はこういったまあ、今日実際この大会バーベルとか使ったりとかそういった体を見せる競技っていうのを実際出てるんですけど、うん、まあ、ちょっとお二人のきっかけっていうのをちょっと聞いてみたいかな。どっちか行こうか。じゃあ金井さんかどうぞ。私から、はい、私筋トレ始めたのはもともと健康のためっていうか体調を崩してその体力を回復させるために始めたんですよ。ただ結果今は美しさを保つために、うん、やってるのかな、うん、だから私バルクアップもしないし結局大会出る前も減量もそんなにしないの で常にずっと同じぐらいの体重を一定させるって維持してますね。逆に維持するのがすごい、うん、もうだからその大会出るためっていうのが私のゴールではないので、はい、私は常に脱げる体っていうのをもう目標にずっと毎日やってるので、フィットネス業界の人としてははい、素晴らしいです維持できる見本すごいですね。でもやっぱり減量しましたよ最初の頃で、はい、私の場合は増量かなしたかも。増量、筋力を上げるためにご飯を食べるようにっていう、うん、結構苦しい思いをしました。結構きついですね増量。そう、もともとなんだろう、食べるっていう習慣があまりなかったんですよ。食欲がなくて、うん、最近インスタにも書いたんですけど、うん、はい、本当に欲がなくて、はい、食べなくても1日食べなくても全然平気な、プロテインだけで平気な人だったんですよ。なるほど。だけどコンテスト出るにあたってやっぱり筋肉を少し大きくしていかないといけないじゃないですか。ただ痩せて細いだけが評価の対象ではないので、はい、そのために体を作るためにやっぱり食事って大事だなと思って、やっと3年かけて今の体重を維持できるようになった。だから多分私あれだよね、多分油断したら減っちゃうんだよね、うんうん、ですよね、うん、代謝がいいからってことですか。結構、まあ、最近はもうそれもあると思うけど、食べないからじゃないですか。もう意識して食べないと食べないんですよ、うん、疲れたからお家帰って夜もう寝る方が先になってしまう、うん、あもう食べるより、うんうん、ってなるから意識して食べるようにしないと、うん、夜抜くとまた翌日減ってるっていうのが結構あるんで、うん、そうでずっと動いてるしね、うん、そうそう動かないと死んでしまうもうさすがにトレーニングだけじゃなくて仕事もそうだし普段の生活からも休むってことはあんまり知らないですよ。だから常に動いてるので、うん、結構私の場合はでも対コンテストが全てではないのかな、うん、サックは私は格闘技もともとやってて、うん、格闘技やる前が運動嫌いで、うん、無理やり格闘技空手やらされて、うん、まあ、自分が弱いっていうのを格闘技で克服したかったんでしょうね、うん、でやってでプロになりたいとか思ってたんですけど、でもやっぱりちょっと目視力が悪いのもあったりとか、うんうん、普通に外人と戦うの無理だなと思ったんですよね。私の体重から70キロぐらい絞って70キロぐらいですけど、うんうん、外国人が多い、うん、持たないと思ったんですよ、うん、でそこでジスタスに入って、うん、でジスタスである先輩がボディービルの大会出てるのを見て、で、まあ、いろんな人に応援してもらいながら、うん、まあ、影響力のある人に見えたんですよね、うんうん、でやっぱそうなりたいって思って、うんうん、で輝いて見えたってこと、その人が輝いて見えたというか、まあ、トレーナーっていう仕事はずっとやっていきたいと思ってたので、例えば私が教えきれる人とか私が教えた方がいい人がいたとするじゃないですか、うんうん、でそれがその人がそのトレーナーを選ぶ基準が体だったとしたら、うん、他のところに行ってしまった時、うん、もしかしたら嫌な思いするかもしれない、うん、でも自分の体を鍛えてその人がその人と巡り合うことができれば、うん、その人にいい影響を与えるじゃないですか、うん、でボディービルをやることで自分がいい影響を与えれるような人になれるんじゃないかなって思ってたことを最近思い出しました、うん、最近思い出した初心に帰った。そう、なんかだんだん思い出してきてるんですよね。
なんかどうしたの、なんかもう死ぬの、なんか走馬灯みたいな。だから改めてもう一回体ちゃんと作り直そうかなってより思ってますね、うんうんうん、今、うんうんうん、はい、どうですか。ありがとうございます。なんかね、大会って私最初は別に目指してなかったんだよね。だ本当に最初の頃は2年ぐらいはひたすらトレーニングが好きで、趣味がなかったんですよ、もともと。でもう本当は運動もそんなに好きじゃなくて。あ、そうなんですか。うん、だからハマったらただずっともやる、究極なんていうの、追い求めるタイプなんで、追求したくなるので、もう2年ぐらい何も考えずに週5でトレーニングして、週6でトレーニングした時期があったんですね。、うん、すごいですね。だけどご飯食べないから痩せてくんですよ、どんどん。それはそうです。あ、むしろ悪い方向に。悪い方向だったかどうかわからないけど、うん、ベースはそこで作ったのかもしれないけど、でも体重は減っていく一方で、うん、結局自分がなりたい体ってこんな体だったのかなっていうのをふと思った。あ、ちょっと疑問に、うん、それで大会出て出ろって思ったら、なんだろう、周りにすごい勧められたからかな、なんか煽られた感じ、煽られた感じかも。出た方がいい。あの、一応インスタで結構発信はしてたんですよ、はい、あのトレーニングしてるよみたいな発信をしてたら、はい、それをインスタ見た人たちとかが、なんでじゃあコンテスト出ないのとか、何目指してるのとかっていうのが結構あったから、こんな人がいると出てみようかなみたいな気持ちで出た。最初結構嫌々だったんじゃないですか。嫌々だった本当に。だからなんか人前に出るのがすごい嫌だったんですよ。あ、さっき緊張するってずっと言ってたじゃないですか、はい、私全然今緊張して見えないんだけど、喋りだしたら、うんね、私やばかったもんね、うん、っていうかもうラジオの時も緊張したし、ステージなんてもう全然だもん。去年でかなりそのなんていうんですか、人前で何かをやるってことが、この2018年がかなりそこを成長って私が言うのも、うん、保護者みたいになってるけど、じゃあなんかそこら辺が変わったなって思って。そうそうそう、なんか昔からただでさえ目立つのに余計叩かれるなっていうのをすごい思ってて、前に出たらそれが全然それが吹っ切れなくて全然、はい、だけど大会出てステージ出た時にやっぱこのなんだろう、なんていうの、高揚感味わって、うん、もう何言われてもいいやって思うように慣れたことによって、どんどん人前に出ていこうと思ったんですよ、うん、そしたらやっぱね、今年のポージングとかで全部それが出てきた。もう自信持ってステージ立てるようになった、うん、周りのその彼周りを全く見なくなったけど、いいのか悪いのか分からないけど、でも、ね、やっぱこんなのって慣れとか ね、出会いとかね、そういう環境をね、はい、人を変えていくのでね、はい、うん、あのすいません、そのままエンディングいき喋りすぎた、ちょっと結構いい感じで、あ、本当、はい、じゃああっという間にエンディングになっちゃったんですけど、はい、おみねくんいかがでしたでしょうか。ありがとうございます。一応僕自身やっぱこのフィジークの大会出ようと思ったきっかけっていうのは、あの前回アシストされた上里智樹さんの試合を初めて見たんですけど、うん、このフィジーク自体どういう競技か分からなくて、うん、まあ、その時応援で、あの実際見てみるとものすごいかっこいい体みんなしてるなと思って、うんうん、実際自分もこういう体になれるのかなと思ってこのふっとあのあったっちゃあったんですけど、うん、でも最初はそこまでそのプランっていうのを考えてなくて、うん、でそこでやっぱりあのフィジーク出ようと思ったのはやっぱりちょっともともと陸上で、まあ、成功させてじゃないですけど、うん、このしっかり活躍したいと思ってたんですけど、うん、やっぱりちょっとそこになんか大きな矛盾を感じたというか、ちょっと気持ちがなんか陸上に対して切れてる部分がちょっとあったのかな、切れてきて、そこでちょっと逆にだったら思い切ってこのフィジークに挑戦してみようかなと思って、うん、まあ、ちょっとあの友紀さん、まあ、実際の職場の同僚なのでちょっといろいろ相談しながら、うん、人から相談しながらちょっとトレーニングを教えてもらったり、うん、実際にポージングとかも見てもらってるので、うんうん、まあ、そこで結構大きく変わったっていうのもありますし、うん、やっぱりインストラクターっていうやっぱ仕事なので、やっぱトレーニング実際やってみてちょっとフォームが悪かったりとか全然できてないってなると、うん、ちょっとあんまり説得力ないっていうのもあるので、ね、うんうんうん、やっぱそこでしっかり勉強するっていう意味で、はい、まあ、こういったバーベルとかダンベルとかもしっかり意識して動かせるようになりましたね、うん、使えるようにして、うん、じゃあ、はい、これからも頑張ってください、はい、はい、イベントの告知などあればお願いします。私は大丈夫です。大丈夫ですか、はい、そのままエンディングに行きたいと思います。Q&A コーナーの質問はラインアットにて受け付けております。 ID 検索で AHK5132Y、 私はサックのインスタかインスタの DM でも受け付けています。番組内で採用された方には豪華プレゼントをご用意しています。ぜひたくさんの質問お待ちしています。この番組はスポーツ栄養サプリメント会社アルプロン、高タンパク低カロリーの肉料理専門店キクニク、石垣島の歌と料理の店アッパリシャンの提供でお送りしました。また来週もよろしくお願いします、はい、お願いします。